北日の出駅は、北海道旭川市東旭川町日の出にあった、北海道旅客鉄道石北本線の駅である。駅番号は A33。2020年3月14日、改正時点では、普通列車のうち、折り4本、上り6本が停車していた。1977年の北日の出仮乗降場と、周囲500メートル範囲。右上が、上川方面。現在は南側に工業団地ができているが、この当時は見渡す限りの田園地帯である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地、日の出の北部にあるため、単式ホーム一面一線を有する地上駅、ブロック建ての待合室があった。かつて待合所、駅名標には、北日の出と書かれていたが、2006年6月、北日の出に書き換えられた。なおこれは、ひらがなのきのの一部を切り取っただけのものである。その後駅名標は、新品のものに交換された。便所は設置されていなかった。旭川駅管理の無人駅だった。自動券売機の設置はなかった。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。近くに、旭川工業団地がある。旭川市旭山動物園に、徒歩、約25分と最も近い駅であったが、停車本数が少なく、バスなどの公共交通機関もないため、最寄り駅としてのアクセス機能は果たしていなかった。旭川駅からのバス利用が一般的。JR 北海道新聞記事北日の出仮乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。